しい職場に行くのが憂鬱です、気分を上げる方法ありますか？輪を広げていくっていうのは大事かもしれないけど、無理してやらなくても。4月から浪人生活をしています。それが2年でも3年でも4年でも5年でもかかっても私はいいと思うんですよ。皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、北野日向子です。4月も入りまして何日か経ちましたが、4月といえば出会いの季節であり、皆さん新生活がスタートしているかと思います。私はそうですね、今年の4月は新生活で始めたことって言っていいのか分かんないんですけど、 2,3 年ぐらいレベルにゲームをしてなかったんですけど、この4月入った途端ぐらい午前中から家の窓を開けまくって掃除を終えたらすぐ1日休みの日とかはゲームをして、今更スイカゲームにハマってるんですけどみんながスイカゲームさ、ちょっと安いからやってみなよって言われて、えでもさ別にスイカ作るゲームでしょとかって言ってちょっとバカにしてたんですけど、あれ本当奥深いのよ。攻略法とか調べちゃって本気でやっちゃってるしね。目が疲れたな、ちょっと飽きてきたなって思ったらオーバークックやったりして、もう今みんなが新生活でね、いろいろ大変なところは恐縮なんですが、すごくゲームにハマってます。ゲーム実況とかできたらいいなって思うし、オーバークックなんかはなんか著作権がないっていうね、全然配信に使ってくださいっていうタイプのゲームだったりするのね。でもあれ協力ゲームだからなかなか一人でやるゲームじゃないんですけど、この間登場したみんな大好きマー君とかと一緒に協力しながら一緒にゲーム実況やろうって誘ってみて、今年中にはゲームの動画も載せていきたいなと思うので、そちらも楽しみにしていてください。ということで、今回はですね、先ほどインスタグラムの方で新生活のお悩み相談聞くよと質問っていうのかな、皆さんに言ったところをたくさん回答が届いたので、皆さんの新生活お悩み相談を今日はどんどん受けていきたいなと思いますので、今日はそんな動画になっております。最後までご覧ください。新しい職場に行くのが憂鬱です、気分を上げる方法ありますか？私なんかは仕事あるたび新生活みたいな感じなんですよ。初めての人と仕事をしていくとか、初めての人と会ってコミュニケーションを取るとか、そういう職業なので、その辺はもうね、芸能活動を始めて10年ぐらい経つので、皆さんよりかは新しい場所にどうやって対応するかっていうところは得意というか、いっぱい場数を踏んでいるのでそれほど悩んではないんですけど、初めてのところに潜り込むっていう経験を何十回何百回とやっていても、今もまだ新しい現場とかに行くとね、超人見知りなんですよ。相手がどう出るかすごく探ってから、こっちは一本勝負みたいな。別にこっちも相手が例えばおとなしく来たからってこっちはなんかおとなしく接するっていう、そういうわけではないんですけど、私は私の素のまま生きてしまってるし、どこに行ってもそういう感じだから飾ることはできなくて、一本勝負ではあるのに相手の出方を先に気にして、それってすごいずるいことで、最近友達になった年下の子が2人いるんですけど、友達になって 2,3 ヶ月なのに 5,6 年の友達でしょっていうぐらいすごく仲いいんですけど、どっちも年下で初めての時にすごい人見知りをしたんですよ。ご飯を食べながらずっとうつむいてるみたいな。向こうから扉を開けてくれて、最初今日映画見に行ったんだけどこの映画知ってる？とか、映画館とかよく行くの？とか、なんかそういう話をいっぱい振ってくれて、話題があるとさ話せるじゃん。あ、映画館よくポップコーンを目当てに行ったりしますとか言って、そういうところからこう仲良くなってって、今ではもうその子とだったらもう平気で何時間も電話したり連絡も取ったりするし、ご飯も食べたりすごいしてるんですけど、この人私に寄り添ってくれるなって分かった瞬間に自分を解放できるんですけど、結構探っちゃうんですよ。仕事現場とかってなるとなかなかそうもいかないので、仕事場ではこれも良くないところであるんですけど、ご飯に行くのが苦手なんですよね。私飲まないので飲み会っていう定義がないんですけど、ご飯みたいなのもすごい苦手で、仕事場の人とプライベートも仲良くなるみたいなのがあんまりなくて、乃木坂のメンバーだともうさ、仕事の場のとなんか人間っていうよりももう家族、自分の身内みたいな感じだからプライベートもあったりするんだけど、外の現場とかに行って同い年の子とか年が近めの子だったりすると、撮影とかお仕事が終わっても連絡を取り合って約束をしたりして会うことはあるんですけど、基本的に仕事の期間、仕事場以外で会うのがすごく苦手で、良くないところであり直したいなとは思いつつ一生直らないんだろうなと思ってるんですけど、仕事として関わるっていう一つこう壁がないと甘えちゃう自分もいるし、距離を縮めすぎちゃうとやりづらい仕事とかもあると思うから、新しい現場に行ったらもうひたすら台本があれば台本見たり、交番表とかがあればそれをこう見て意味もなくずっと見てるみたいな。
自分がその場所でどう見えたいかっていう感じなのかな。まだ仲いい人とかそういう人がいないから憂鬱そういうものなのか、もうそもそもその人たちと打ち解けたくないけど打ち解けなきゃいけないで憂鬱なのかがちょっとわかんないけど、気分を上げる方法としては爆音で音楽聴きながら行くとか、会社に行く前にちょっと寄り道してちょっと特別なものコンビニスイーツとかねそういうのを買って食べてとか、昼にそれを取っとくとか、仕事終わった後とかにちょっとカフェ行ってとか、憂鬱なことの前後に自分が好きなものとかを入れたらちょっとはそれが楽しみになって憂鬱の時間をやり過ごせると思うんですよ。できるんだったら仲良く自分から進んで輪に入っていくとか、輪を広げていくっていうのは大事かもしれないけど、それも大変だと思うし、それが苦手だったなら無理してやらなくても自分のキャパオーバーにならないようにしてもらえたらなと思います。4月から浪人生活をしています。周りは大学で楽しんでて羨ましいです。ということで、浪人を選んだってことはそれほどそこに行きたかったわけだし、ここじゃないとこでももしかしたら行けたわけで、自分は行けた学校よりも行きたい学校に行きたいから浪人を選んだっていうところではすごく自分を持った強い人だと思うし、浪人1年頑張った後にそこに入れたら一番いいんだけれど、それが2年でも3年でも4年でも5年でもかかっても私はいいと思うんですよ。それよりも自分で掲げた目標を達成していくことの方が大事だと思うので、ストレートって言ったらあれかもだけど、何もなくスーッと全てうまくいったらいいかもしれないけど、ここで立ち止まって壁に当たったっていうのは今後の強さにもなっていくと思うし、それこそ社会人になったりしたらうまくいかなくて困ってる後輩の気持ちとかも分かっていくと思うから、人間としてすごく成長できるタイミングでもあると思うので、前の友達が大学生活を楽しんでるのはすごく羨ましかったり寂しくなったりすると思うんですけど、自分で選んでね頑張ってくって決めたから、その強い気持ちを忘れずに時々はちゃんと息抜きをして勉強するモチベーションを保てられるようにしてほしいなって思います。プラスがいがないから友達関係も変わらないのが悩みです。どういう友達関係かちょっと詳細はわからないけど、長い目で見た時に自分の中にもあの子嫌だとかあの子嫌いなのにっていう感情を作らないために、近づきすぎず遠ざけすぎずっていうか、その友達関係以外にもクラス内に違うところで友達を作ればいいと思うし、それが嫌だったら別にクラスで一人でいることって別にそんなにやってみたらそんなに怖くないと思うし、他クラスに友達作ればいいと思うし、違う学年でも学校じゃなくても違うところでも作れる人間などもほんといっぱいいるし、それこそ私もいるから悩みはすごくわかるんですけど、その友達は変わらないと思うから、これを送ってくれたこの子が視点とか考え方を変えてみて、自分から離れる勇気とか自分から変わる勇気を持って楽しい学校生活になればいいなと思います。年度が変わっていろいろと忙しいのに推しの影響で競馬始め散った時間の使い方が難しい、やばいよ本当に本当競馬を始めると1日24時間時間足りなくって、それこそ競馬の勉強しだすともう本当に奥深いから、土日だけのレースだけやろうとか日曜日のメインだけやろうとか重賞レースだけやろうと思っても1週間じゃ足りないぐらいだから、これ私みたいに地方競馬の月曜から金曜までも手出してる人だったら本当に時間ないと思う。トイレ行ってても競馬予想してるもん。競馬始めちゃって忙しいのに時間の使い方が難しいっていう相談だったんですけど、競馬やってない人もぜひこれを機にやってみてください。初めての一人暮らしで夜とか孤独を感じてしまうんですけど、そんな時どうしたらいいですか？私は結構 YouTube とかつけっぱなしに寝たりするかな。夜寝る前はゲーム実況を見てたりするんですけど、ゲーム実況って、まあ、20分とか30分のもあれば2時間ぐらいあるのもあるから、そうやってわざと長いのをつけてずっとこう見て自分も気づかぬうちに寝るとか、寂しさなのかわからないけど、でもゲーム実況とかはワイワイ楽しかったり、その実況者さんがずっと喋ったりしてくれてるし、ゲームの画面もあるから、もし寂しくてあれだったら YouTube とか見て、ひのこチャンネルもたくさん動画あるのでそれをつけてそのまま寝落ちてほしいなと思います。自炊で一番コスパのいい食べ物は、コスパかどうかわかんないけど一つ買ったらいいなと思うのは意外とパスタな気がします。混ぜるだけで、あえるだけでとかのいっぱいあるから、パスタのだけ買って茹でといて、あえるだけパスタとかしたりしたら結構いろんな味をいっぱい食べれるからいいなって思います。最近子犬をお迎えしたのですが、夜泣きで寝不足が続いています。我慢するしかないですかね？我慢するしかないと思います。ワンちゃんを飼うと決めてお家の家族として迎えれたのはあなたですから、これで寝れないとか小作りって感じです
この子はこういう字じゃなくて整形になっても夜泣きしちゃうかもしれない。でもそれは性格だから。夜泣きしない対策っていうか、無理やり夜泣きをさせないんじゃなくて、夜泣きしないように日中いっぱい遊んで夜ぐっすり眠れるようにするとか、暗くて夜泣きしてんだろうなと思ったらちょっと明るくしてあげるとか、ワンちゃんは観察してずっとこう追いかけてないと何を訴えてるかは絶対わかんないと思うので、喋ってはくれないから、たくさん寄り添ってあげて、この子が少しでも幸せになるように愛してほしいなと思います。高校生になるんですけど、友達は広く浅くか狭く深くどっちがいいと思いますか？どうだろうね、でもその人それぞれなんじゃないかな。私はもう完全に狭く深くタイプなんですけど、他人って言い方すると冷たいけど、他人の中に介入したくない人は広く浅くでいいと思う。その時だけ楽しいとか。でも広く浅くだと分かんないけど、その子がもし困った時にそんなにこうグッと深入りできないと思うから、それこそ人の悩みとかマイナスなことを何も聞きたくないっていうタイプだったら、広く浅くぐらいの方が人の表面っていうか深いとこまで行かないからいいのかなと。一生の友達を高校生活の中でね、見つけれたら、親友見つけれたらいいなと思うので、関わり方は人それぞれですけど、そんなにいっぱい友達いても時間もそんなにないので大事だなって思う友達を大事にしてほしいですね。したいことが今したらダメって占いに書かれてたら、自分の気持ちとどちらを優先しますか？私も意外と占い信じてて、全部信じるっていうよりも参考にしようっていう信じ方であって、タロット占いとかも当たるから本当占いってすごいんだけど、結局は自分の努力次第だったり決断するのは。したいことが今あって、今からしたいんだったら注意をしながら、占い師さんの言ってたことを頭に入れながら始めてもいいのかなって思います。親元を離れて初めて一人暮らしをしているのですが、やっぱり家族が恋しいです。いや、わかるよ。私も平日は深く考えないけど、土日になるとなんかやっぱり家族今日の夕飯なんだろうとかさ考えるもんな。しかも私以外全員実家にいるから、実家恋しくなるけど、実家を離れて頑張ろうって決めたのもね自分だと思うから、今住んでるその地域での新しい過ごし方とかを見つけてみて強くなってほしいですね。最後に一ついきます。彼女に恋愛今しんどいって言われたんですけど、どうすればいいですか？助けて。わかんない。付き合ってる人に対して今恋愛しんどいってめちゃくちゃ失礼だと思うから、別れていいと思う。追いかける必要ないと思う。あなたに会う人は必ずいるし、出会うタイミングで出会うから、好きかもしれないよ、今彼女のことすごい好きでね、しんどいって言われて落ち込んでるかもしれないけど、付き合ってる人に対してそんな失礼なこと言う子はあまり良くない気がする。仕事が忙しくてとか、家族のことで今ちょっと忙しくて会えないとかは分かるよ。恋愛もしんどいから考えれないとかって言われたら、私ならもうよくぞ言ってくれたね、ありがとう本性を見せてくれてってなるけどね。新生活ですし、新しい相手を探してみてもいいのかなと思います。はい、ということで今回の動画は新生活について悩み相談を受け付けてみたんですが、どうでしたかね。皆さんすごく苦労してたり考え込んでるようなことがたくさんあったんですけど、まあ、それと反対に新生活で新しくできた友達とか、新しくできた趣味とか、明るいこともたくさんあると思うので、悩んでて大変な思いをしている方は、その悩みを持ちつつも違うところで趣味とか新しい友達とか自分にご褒美をたくさん作ってもらって、とりあえず1年を頑張ってみてほしいなと思います。悩みを言ってくれる皆さんに少しでも幸せだなとか穏やかな時間を過ごしてもらえるように私も頑張っていきたいと思いますので、これからも応援してもらえたらなと思います。はい、ということで、チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではまた次の動画で会いましょう。バイバーイ。